2回チョーキング、そんな言葉ないんですけど、2回チョーキングする方法をご紹介しようと思います。該当箇所はここになります。今のところなんですけど、でポルタメントチョーキングあるじゃないですか。ゆっくりチョーキングするのをポルタメントチョーキングって言うんですね。これをいっぺんさっと普通にチョーキングってしてから、もう一回戻してポルタメントチョーキングし直す方法ですね。これがまあこの曲でも最初に使ったんですけど、これ以来たくさんの私のアルバムで使ってます。ぜひ真似してみてください。そんな難しいことではないので。で聞こえると思いますけどね、どうしてもこのポンっていうのは鳴っちゃうんですよ。なのでこう右手のこの処理がちょっと難しいんですけど、ね、今これ分かります？パッてやるときにグッと右手で押さえてるでしょ。そうするとこうやるとですね、これが鳴らなくて済むんですね。ちょっと難しいと思います。上級者の方はぜひ真似してみてください。2回普通にチョーキングするのはね、よくやることなんですけども、ポルタメントチョーキングとちょっと組み合わせるみたいなのが今回初めてなので、ぜひ盗んでいただければと思います。これも今思い出すのは、当然私が開発したわけではなくて、ジョン・クインがアルバムの中でやってたのを私が真似して、こうやって今みたいに教わって教えてもらったので、皆さんで3代目ということになりますので、ぜひまた下に伝えていただければと思います。何かご質問ありましたら、トータルギターの質問すればお待ちしております。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。